現在アドベンチャーワールドには合計で3頭の北極熊たちが暮らしています。今回はそのうちの2頭がこちら皆様の前の園芸展示場にやってきています。まずは1頭のお客様からご覧いただきまして、左側、こちらは13歳大人の雄の北極熊です。アドベンチャーワールドにやってきました。さあ、こちらの北極熊、アドベンチャーワールドで暮らす3頭の中で一番体が大きく、体重は290キロあります。 さあ、そしてもう1頭、今度は1回だけ様からご覧いただきまして、右側、さあ、一回り体が小さく見えるこちらの北極熊は、2013年11月の21日に誕生いたしまして、現在4歳になりました北極熊、オスのパパです。さあ、こちらの北極熊、残念ながら母親がうまく子育てをすることができませんでした。 その代わりに私たちスタッフが母親代わりとなり、取り上げて人工保育で育ててまいりました。生まれた時の体重は726グラムと大変小さく、私たちを妻の両手のひらの上に乗って、生まれた当初は粉ミルクは1日に1回に分け与え、大体母が生え揃います120グラムから離乳食としまして、食べるにまで成長しています。さあ、現在でも体重は順調に伸びていまして、2歳の誕生日では220キロ、そして現在その体重は200キロを超えるにまで成長しています。ですが、まだまだ可愛い仕草はします。発見の馬、オスの子供、 今後の成長をぜひ楽しみにしていただきたい。さあ、そしてもう1点、馬の肉、馬肉、そして牛肉や、今だけ聞こえました、こちらは魚の味です。さあ、また意外かもしれませんが、こういったリンゴや白菜なども与えています。 肉食動物だと思われがちなこちらの北極熊たちですが、実は何でも食べる雑食性の動物で、自然界でも氷がなく狩りができない北極の夏などには、海藻なども食べるため、こういった白菜や肉などもあります。また、朝と夜裏の寝室に帰った時には、この他にも鶏肉のミンチや、 また北極熊の栄養面を考えて作られました北極熊用のビスケットのようなものを、現在右側は子供の北極熊で1日に5キロから7キロ、そして左側大人の大人の北極熊でございます。さあ、そして今回なんですが、この北極熊たちが大好物のやつをもう一種類用意してまいりました。ご覧いただいてますお客様の中から数名の方にお手伝いいただきまして、 今、私が立ってますこちらの窓から、その大好物のやつを投げ与えていただきたいと思います。ただし、今私が立ってますこちらの窓から投げ与えていただきますので、ここまで背の届かない小さなお子様、またそういったお子様を抱えてのご参加は大変危険ですので、ご遠慮いただきます。また、用意してきましたおやつ、数に限りがございますので、私が指名させていただいたお客様のみとさせていただきます。 あらかじめご了承ください。それでは、以上のことを踏まえまして、まずは。